ダノンプレミアムは日本の競争馬。主な勝ち倉は2017年のアサヒハイ、フューチュリティステークス、サウジアラビアロイヤルカップ、2018年の弥生賞、2019年の金シャチ賞、マイラーズカップ。場名の意味は、冠名高品質、格別な働きを期待して、6月25日、阪神競馬場の2歳新馬に一番人気で出走。 レースでは、後位の2番手に位置し、4コーナーで先頭に立つと、直線で後続を突き放し2着のスプリングスマイルに4馬審査をつけて、デビュー戦を飾る。2戦目は3ヶ月の休養を挟んで臨んだ10月7日、東京競馬場のサウジアラビアロイヤルカップを2番人気で、出走。コースタートから道中2番手で追走すると、 最後の直線で一気に先頭に立ちリードを広げると、外から追い込んできた一番人気のステルビオに一馬身、3、4差をつけ勝利。勝ちタイム1分33秒0は、東京競馬場2歳芝1600メートルのコースレコードを更新し、デビューに連勝となった。3戦目は、GI 初挑戦となった朝日杯フューチュリティステークス。人気では、 タワーオブロンドンやステルビオラを抑え一番人気に押された。レースは一枠一番から良いスタートを切ると2番手に位置し、最終コーナーでは馬なりのまま進出。直線に入り、先頭に立つとに3発ムチを打っただけで上がり3ハロン33秒6の足を繰り出してリードを広げ、最後は、 安城の川田が首を撫で、流す余裕を見せながらも最後に追い込んだステルビオに三馬身反差つけ、解消。無敗で GI 初制覇を飾った。勝ちタイム1分33秒3は2004年のマイネルレコルトをコンマ1秒上回る、レースレコード更新となった。またに弱馬に三馬身反差以上の喫茶をつけたのは1993年の、 朝日杯3歳 S を制した後に参冠馬となる、成田ブライアン以来24年ぶりとなる、3月4日の弥生賞から始動。この競争には、東京スポーツ杯2歳、ステークスカチウマワグネリアンやシクラメン賞を2歳レコードで、制したオブセッションなどが集まった中、ダノンプレミアムが一番人気に押される。レースでは、道中を2番手で追走し、第3、第4コーナーでは、 荒れた馬場を避けるためにわざと外へ持ち出し、直線入り口で先頭に立つと2着はグネリアンに一番進反差をつけて優勝した。札幌賞に向けて追い切りを進めていたが、3月30日、右前足に在手を発症したことが判明。その後の調整が合わなかったことから、本番の札幌賞を回避することを4月5日に公表した。札幌賞を回避し、迎えた。 日本ダービーでは、毛が開けながら一番人気に支持されるものの6着に、敗れ、初の黒星となった。秋は、天皇賞秋へと直行で目指すことが発表された、ものの、調整がうまくいかなかった影響で回避。結局この後秋シーズンは、出走なしで3歳シーズンを終えた。小馬となったダノンプレミアムは、金社地層で9ヶ月半ぶりに復帰することとなった。この競争には、 ダノンプレミアムを含め G1 競争優勝馬が5頭揃った。ダノンプレミアムは同中インコースの3番手につけると直線で抜け出して優勝した。2着のリスグラ州には一馬身1、4差をつけた。金車地勝後は4月のマイラーズカップを挟んで安田記念へ向かうことが発表された。迎えた同レースでは単勝1.3倍で一番人気の支持を受け、 レースでも逃げたグンチャーレに続く2番手追走からゴール、前で楽な手応えで抜け出し解消した。第69回安田記念パドック重賞2連勝の、まま迎えた第69回安田記念は、GI レース後連勝中のヒン馬3冠馬、アーモンドアイとの2強対決が注目されたほか、当年の東京新聞杯を勝ったインディチャンプや、昨年の安田記念覇者モズアスコットも出走を決めた、中、 二番人気に押された。しかし、レーススタート直後にロジクラインの車高で大きな不利を受け中段からの競馬に直線でも残り400メートル付近で勢いがなくなり、最終的に最下位の16着に敗れた。さらにレース後に安城の川田正亜美がコース上にネ場したため故障が疑われる事態となったが、検査の結果以上は認められず、大事には至らなかった。 夏を休養にあて、秋初戦に選択した天皇賞は、改元による新天皇の即位を祝う軽粛競争として行われた。ここでは再び、アーモンドアイと相見えることになったほか、当年のサツキ賞を制した三歳馬サートルナーリアなどの自身を含む天皇賞最多の GI は10等が集結した。その中でも先に挙げた2頭に続く3番人気に押された。 レースは、アーモンドの後ろにつける形で中段を追走。最後の直線で抜け出した、アーモンドアイを捉えようと必死に食いついたが3馬審査で、及ばず2着となった。レース後に、安城の川田騎手は、スムーズなレース運びができた。と、レース内容を評価した上で、やはり、アーモンドアイは、強いですね。と乾杯を認めた。続く、 マイルチャンピオンシップでは一番人気に押されて出走。レースでは先行集団を見る高位置を追走し、直線に入ると手応えを感じる伸び足を見せたが、馬場の真ん中から進出した勝ち馬、インディチャンプに交わされ、前走に続く2着となった。この年の初戦はオーストラリアに遠征し、ロイヤルランドウィック競馬場で行われるクイーンエリザベスステークスに参戦。 現地のジェームズ・マクドナルド騎手とのコンビでレースに臨んだが直線で一旦2番手になるもそこから伸びをかき英国バーレーブの3着に敗れた。レース後にマクドナルド騎手は敗因にババの影響を上げ昨年一昨年のこのレースのババ状態であれば結果は全然違っていたと思いますとコメントした。なおこのレースは 新型コロナウイルス感染拡大の影響で賞金が半額となった。帰国初戦は昨年と同じく安田記念に参戦。これまで国内戦でデビューからコンビを組み続けてきた川田正宮美,美はアドマイアマーズとコンビを組むため、本場はダミアン・レーンと初コンビを結成した。史上初の芝 GI 発祥の記録がかかるアーモンドアイが圧倒的人気を集める中、 4番人気でレースに臨んだが結果は13着と大敗。安城レーンはレース後あと500メートルくらいでバランスが崩れてリズムが悪くなったとコメントした。半年の休養明けとなった天皇賞は2戦ぶりに川田に手綱が戻る。レースは鼻に立つ地に激流を図るもアーモンドアイ、フィエールマン、クロノジェネシスに交わされて4着に終わった。 自走は、香港に遠征し、香港カップに出走、行為から競馬をするも再び4着に敗れた。帰国後は、敬愛ファームに放牧に出された。半年の休み明け、6歳初戦は3年連続出走となった安田記念は、池添健一が起乗したが行為から伸びず7着に敗れた。マイラーズカップから安田記念へのローテーションが発表された際、 公式サイトでの文章で、旧社スタッフの中でも、彼の能力は、実はマイルでは負けないのではないかというくらい評価が高いと綴っており、マイラーとしてのダノンプレミアムの資質の高さを陣営が、かなり評価しているのが伺える。出展なき場合、以下の内容は、netkeiba.com および香港ジョッキークラブに基づく。ありがとうございます。